心臓やぞ、心臓やぞ、これ心臓、まだ来てない心臓。はいはいはい、えらな、これな腎臓、これが腎臓、はい、この神経、はい、骨、腎臓な、わかる？はい、見とけよ、この太い血管、この太い血管な、腎臓の。すげえ腎臓が出てきてるよ、ちゃんと。はい、出てきてますね。心臓から入ったらここまでじゃないか。うーん、ある。これ今だいぶ心臓から抜いてるからこんだけ少ないけど。はい。は心臓だけから抜くっていうことは不可能。不可能ですね。うん。120分無理ですね。うん、だから心臓に無理やり水を入れて回らせるっていうこと。うわ、すげえ。終わり。またこうやろ。どこから出てくるか分からへん。こうやったら出てけへん。なんで？こういうよ、はい、朝原作のアトムのアトムで働いてます、それとよろしくお願いします。朝原の里で働いてる福井龍之介です。お願いします。大山です。お願いします。なら行こうか。ならね、分けたよ、魚の今、市場で締められてきてんねやんか、これって、はい、市場で締められた、締められて、市場で、神経まで抜かれてんねん。で、まあ、水槽に泳いでるやつを締めて、締めて、神経抜いて、まあ、ある程度、血抜きまでしてくれてんねんね、こすって、はい、血抜きまでしてくれてんねんけど、でその後冷水に入れられてるんです。冷水に入れて冷やし込まれてんねんけど、でもう言ったら一番いいベストな状態に持ってきてくれてるんよ、はい、何が大切かって言ったら、この魚って今ぷにょぷにょやんか、はい、宮崎の人っていうのは、まあ、どこそこで一緒やけど、この何ぷにょぷにょ感、これ歯ごたえっていう、これを美味しいって言うけど、でも実はこれには味がないのよ。旨味っていうのはこの後出てくるから。で、この後出てくるっていうことは、これ今まだ閉まってない状態やんか。ね。で、エネルギーがたくさんある状態。この状態って結構エネルギーがたくさんあると思うのよ。これを例えば苦しめて殺したらエネルギーがどん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 なくなってくるの。だから、例えば網ですくってすぐに閉めたらエネルギーいっぱいやけど、バタ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 暴れさせたら、だんだん暴れさせるだけエネルギー出てくるわけ。なら、締まりも早くなる。だからこの魚を5度から10度の間で置いとけば、実験結果で出てんのが24時間ぐらいは締まらへんから感じで、そんだけエネルギーがあるっていうことで、エネルギーのない魚っていうのはすぐ締まってしまって、グラフで表したら、例えば0から10まであった時に5のレベルで、例えば魚をエネルギーの5のレベルの時に魚を殺したら5しか伸びひんの。ゼロって、まあ、例えば死んでしまった魚なんかやったらもう伸びしろがなくてマイナスしかない。1やったら1伸びんねんけどすぐ落ちてくるわけ。だからいかにいい状態で魚を殺してあげるかっていうのが第一条件。第二条件でこの神経を抜いてあげるという作業。この神経を抜いてられへんかったら、今度は冷水かなんかに入れてあげたら魚動かれへんくなるんやんか。でも冷水入れすぎたらこの海水が入ったから魚が凍ってしまうの。ガチガチには凍れへんけど、こうなってきたらまだ別の問題が発生するから、それもちょっと NG なんですけど、だから身が真っ白になってきたり、水氷のウルメとかアジとか目真っ白やか、うん、真っ白ですね。あれって結局凍ってしまってる、うん、だから凍ってしまった魚っても処理させにくいから、ね、なるべくならそういう状態にならん程度に早く上げて魚を一気に冷やし込むっていうことは
例えば20度の温度や今やったら水温が20度やったら20度この魚20度で置いとったら腐ってしまうんやんか。ただ例えばこれをクーラーに入れて持って帰ったとしても中の20度っていうのはほとんど落ちてないと思う。例えばこれが12時間後で腐ってる、だから冷やし込みって書いてて、それ水の中で冷やしてるやんか。あれってもう一番冷えてしまうんだよ、氷を売ってるより何より。氷を売ったら氷のとこだけ冷えてる、変わる、うん、だから直す時も本当は水の中に入れてあげた方がいいんだけど、まあそこまでその面倒くさいからある程度はそのね、この魚っていうやつ以外はうちもその氷の中に、あ、水の中に入れてない。エネルギーが大切っていう感じで、まあ、尻尾な77進化分からへん、神経の穴、これが血管、動脈の穴、はい、本当はここにノズルを差し込んでたんや、でも今はもう差し込まない。で、包丁を背骨に向けて今入れている。これ背骨当たってんの。この背骨の下に、この背骨の下に、ここ、ここに腎臓があって血管があるから、この腎臓と血管を狙って、打ち込むわけ。ホースを。今出てくるやん、ずっと。なっ、もう今真っ白になってやんか、はい、もうこれで一応終わり。別にこれで何でもいいんだけど、今何をしたいかって言ったら、ここから腎臓から体の隅々の血管に水を送り込んでやったから腫れてるんだよ、はい、この状態、この状態で体の中の血を今度は水を生かして血を出す、一緒に当たって血を出す、はい、で、今を取って腹を取って、あの切り口はなるべく少なめ、なんでかって言ったら腐るところを減らすからな。切ったところから腐ってくるから、はい、結構まあ来たところからやったら、まずそれをなくすためにで、ほら、ここも本当やったら血まみれやろ、うん、ここ、血まみれやろ、これ血まみれじゃないやろ、もうですね、やろ、うん、これが血じゃないから、これ臓器やから、腎臓って言うと臓器で、あのフィルターやから、血をここで言うたらきれいにするところやから、ここから逆に水を送り込んでやるの、これは。で、全身に水を行き渡らせる。で、水と赤血球が触れたら、まあこれちょっと俺の方もあの目で見て分かるやつじゃないんだけど、水と赤血球が触れたら赤血球が潰れんねん、だから流れ出てくるらしい。だから染め染めの血管まで行き届いてる。これここ見て、見て、笑いながらめっちゃ楽だね、わかる。気楽やって一番、うん、一番わかります。ここが一緒に動くんですよ。そうだ、あとはこんだけまだついてるやんか、でも取られへんから、その時にこれ使う。だからそこまで綺麗にする必要ないけど、その時にだから一緒に水出てるやろ、でも張ってるやんか、だからもうこっちから入れると一緒やん、ポーズの方がこれやん。もうこうやって綺麗にしながら締め切りをするとか、飯的に行くわやんか。
ていうこと覚えた？終わり。覚えた？いいよ。多分一緒やから、これで出たら、はい、やってること、はい、でももうこれ使わずにしてる。ああ、俺ですか。で、リムバーの先に付けれるようになってる。はい、俺ちょっと YouTube では見たんで、あれがあったら、例えば神経出したい時だけそれ付けてやると。はい、だからもうこれで出るから。で、あの結局ここ膨らむ場合だけの話やから、ここが簡単でへんよな。いや。ああ、ね。そうすげえ。結局出すところが、はい、